TBS ラジオ伊集院光とラジオと新川ホタテとおはようございます。今日はスタジオでのラジオ出演が初めてなので緊張しておりますが、ホタテの魅力を売り込むべく頑張っていきます。よろしくお願いします。TBS ラジオ伊集院光とラジオと、改めましてこんにちは、伊集院光です。こんにちは、アシスタントの竹内かなえです。ちょっとこう、昨日話したんだっけな、ホタテってあんま名前じゃないじゃん、基本的に名前じゃないから、売れると名前になる感じだから、もう名前になったんだけどね、はい、自分が自分のことを指すときにホタテって言うと超可愛いな。可愛い。まあ、29歳の、はい、女性の作家さんってことなんですけど、何よりもその可愛い云々じゃなくて、竹内かなえはその元彼の遺言状を見てて、読んだんだよね、はい。読みました。朝から、もうそのこれを見ろっていうメッセージテーマだけど、これを読めっつって、めちゃめちゃ面白いっていう。これも読み始めたら最後止められないです。で、もちろんその話もしたいんだけど、僕がもらってる謎のプロフィールが、東大卒で現役弁護士で過去はプロ雀士で、すごいな。で、なんかそれは本人確かめなきゃわかんないんだけど、そもそも弁護士になったのも、うん、後にきちんとその作家になるために弁護士になったみたいな話、うん、それがどこまで世の中で盛られた話なのかわかんないけど、うん、ちょっといろんな渋滞起こってますけれども、この後作家の新川ホタテさん登場です。伊集院光とラジオとゲストと、この時間は東京カリンと他各社の提供でお送りします。伊集院光とラジオとゲストと、ここからはゲストを迎えし、ご本人にまつわる〇〇とについてお話を伺います。本日のゲスト、新川ホタテさんは1991年生まれ、アメリカ合衆国テキサス州出身、宮崎県育ち。高校時代は茨城県で過ごし、東京大学法学部に進学。司法試験に合格後、司法修習中に麻雀のプロテストに合格し、プロ雀士として1年間だけ活動しました。2017年1月に弁護士登録し、弁護士としても活躍。作家としては、小説元彼の遺言状が2021年第19回このミステリーがすごい大賞を受賞し、早くも話題となっています。本日のゲストは、作家で弁護士の新川ホタテさんです。ということで、スタジオには作家の新川ホタテさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう竹内かなえが興奮しちゃって、朝から口を開けばこの元彼の遺言状を絶対読んだ方がいいよ連発してるんですよ。こんなチャーミングな作家さんがこんななんかね、激しい、そうそうそう、結構自分のキャラとは違う感じだと思うんですけど。あ、そうなんだ。見た目はアイドルちゃんでもおかしくないぐらいのチョコボールみたいな顔した子です。はい。ね、褒め方がよくわかんないんですけども、ね。大渋滞中なんですけどね、聞きたいことはまた。じゃあ、まあ、とりあえずは、なぜ、ホタテ、うん、名前、本名じゃないですよね。本名じゃないです。お母さんあんまりホタテって、お母さんお父さんホタテつけないですよね。さすがに、サザエさんのキャラクター、新キャラみたいな感じでね。あの、でもおかしくない。急にね、新キャラ、ね。そうそうそう、なんかイクラちゃんの同級生みたいな。もしくは、外に波平が作った子ね。ホタテちゃんって、みたいな。すごい、波乱の展開が。余談が面白すぎるわ、面白すぎる。いや、でもその、本名にこの、ほの字がついてて、うん、で、いつも電話とかで伝わるときに、ホタテのほですっていうふうにお伝えしてたので、なんか、その流れというか、で、ちょうど覚えてもらいやすいかなっていうのもあって。いや、なんか、意味があるもんですね。なんか、当たり前ですよね。そんな、どんなことにも意味はあるんですけども、そういうことなんだ。どういう字書きますかって聞かれたときに、その、ホタテの方を使うから、もうそのホタテっていうこの響きを名乗るのは慣れてた。あ、そうなんです、そうなんです。へぇ、次、どっから行きます？まず、東大でしょ東大で、弁護士、最初何になりたくて東大なの？あ、でももともと私は作家になりたかったんです。学生の時からずっと。
じゃあちょっとさっきの逸話の話に入るんですけど、はい、一応噂として出回ってるのは、作家になりたいってビジョンはあった上で、そのために弁護士やっとこうみたいな、そういうニュアンスがあって。そうなんです。もともとなりたかったんですけど、で、最初医者になろうと思ってたんですけど、なんか医学部に落ちて大学受験で。で、ただ、後期試験みたいなので、東大の医学部以外どこでも行けるよって枠で受かったんですね。そしたら、弁護士でもいいかなと思って。すごい、すごい、ね。なんかいいなと思うのが、作家になりたいけども、お医者さんにもなりたい状態からの、お医者さんの方は怒っちゃって、で、仕方なく選んでる道がまだすごいんですけど、で。なんかそう、やっぱ作家って、やっぱ食べるの苦しいというか、うん、厳しいところもあるので、うん、なんかこう手に職というか、資格のある専門職で、ちょっと日銭を稼ぎながら、ちょっとトライしなきゃと思って、いうので、最初医者で、いやでも医者ダメだったから弁護士っていうところで、資格のある専門職、みたいな。ところです。すごいですね。そのなんか、その、いろいろ突っ込みたいところはあるんですけれども、ね、自分のできる範囲の中で、食いっぱぐれがないもの、なんだ順で選んでった時の弁護士。そうなんです。へぇ。で、その作家への情熱はいつから？あ、は、でも、高校16歳ぐらいの時ですね。きっかけは？きっかけはですね、夏目漱石の、我が輩は猫であるっていう本を読んで、あ、これはすごいと思って、で、そう、こういうの書きたいと思いまして、うん、作家になろうと思いました。夏目漱石の我が輩は猫であるは、あの我が輩は猫である名前はまだないですよね。あ、そうです、そうです。ちょっと皆さん読んだことあるかなとは思うんですけど。いや、ところがね、ちょっと冷静に考えてみると、そこだけ知ってて、読んでないって話だったか、その、どういう話？あ、でもこう先生、主人公の先生を猫目線で語ってて、はいはい。で、なんか、猫が可愛いんですね、まず。で、先生が結構自虐というか、うん、自分の悩みをちょっと笑いに変えて、書いてあるので、うん、結構ゲラゲラ笑いながらも、ちょっと自分の悩みもちょっと軽くなるみたいな感じ。なので、あ、これっていいなと思って、私もね、なんか自分の悩みとかは、暗いそのまま伝えるんじゃなくて、ちょっと笑いっぽくして、明るい感じで書くと、読者も多分救われるし、私も書いてて救われるなと思って、そういうのやりたいなと思いまして。すごいなと思ったのが、今俺たち、その、新川ホタテさんから聞いた、我が輩は猫であるざっくりしたところを聞いて、その本売れそうと思って。めっちゃ読みたいと思って、改めて。その本面白そうって思っちゃってるっていう。そうなんだ。それでもう夏目漱石、我が輩は猫であるから入って、私もその物語を書く人、文章を書く人になりたいってなってくんですか。そうなんです。またさらに渋滞してきたんですけど、高校時代の部活、囲碁部。あ、そうです。囲碁部珍しくない？いや、なんか部活何か入りたかったんですけど、はい、音痴だし、運動音痴でもあって、うん、なんか全然入れる部活がなくって、うん、本当はね、ダンス部とかに入りたい人生だったんですけど、うん、まあ、ちょっと厳しい、動けないので、まあ、囲碁部か将棋部とかならできるかなと思いまして。で、まあ、囲碁部の方が、先輩が優しかったので、囲碁部に入りました。すごい、なんだろうね。これはなかなかできないから、消去法で次これやろうか、みたいな発想は、なんとなく緩いんだけれども、結果属してるところが、なんかすごい、なんか、面白いところに。じゃあもう、囲碁はわかる。囲碁はわかるって変だけど。ま、弱い、でもめちゃくちゃ弱くて、囲碁ってすごい、こう、空間把握能力とか試されて面白いゲームなんですけど、ちょっと私は、ちょっと向いてないかなと思って、で、囲碁部で途中で覚えた麻雀の方にはまりまして。そうか、その話がまだだった。そうなんです。麻雀。プロなんですもんね。そう、活動しておりました。へぇー。僕も麻雀すごい。いや、ね。好き、大好きで。もともとすごい好きだったんですけど、その好きだっていうことが、アコさんにバレたりとか、前の円楽師匠にバレると、嫌なこと、オフがオフじゃなくなるなと思ってずっと隠してたんですけど。麻雀の魅力は？あ、麻雀は、やっぱり理不尽なことが起きるのが面白くて。ほうほう、なんか、正しく打っても負けたり、適当に打っても勝ったりするんですね。うん、それがなんか結構味わい深いというか、うん、結構現実に近いなと思って、うん。で、なんかその中でちょっとメンタルとかも鍛えられるし、こう、あと自分より目上というか、自分より強い人にも状況によっては勝てるので、ちょっと工夫して勝とうって気になったりとか。よくできたゲームだよね、うん、あの感じね、うん。そうなんですよ。運とはいえ、勝てる確率は上げていかなきゃならないし、
で、読んでいかなきゃならないんだけど、そこに一人初心者入って、わけわかんなくなっちゃうから。そう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 。とか、なんかわかんないけど、僕からしたら、まあ、引っ掛けとか迷彩とか言うんだけど、わざと捨て牌を工夫して、まさか俺はそのパイで待ってないだろうっていう、すごいトリッキーなのでやってるのに、初心者の人が、なんとなく通ると思ったっていう感じで、グイグイ押してくるみたいな。グイグイ押して、俺はそのいわゆる引っ掛けなんか何にも見てないやつが。マジ怖いわみたいなね。そうなんだよ。で、そのそいつが、初心者の捨てた範囲に対する俺の狼狽で、中級者が全員、ああ、あいつあれ待ってるの、今こういう風にされちゃったのね、みたいなことが起こるから。起こります、起こります。不思議ですよ。これ4人の組み合わせでちょっと妙な化学反応起きたりするので。起こるんですよ。そう。なんかわかんないけど、いろいろ理屈派のやつが理屈説明した結果で、普通だったらこれ捨てるんだけど、なんとなくこっちだなと思ったみたいなことが。へぇー。面白いですよね、あれね。俺、素朴な疑問なんですけど、プロ雀士って何をどうすることがプロ雀士なんですか？あ、でもプロテスト受けて、はい、で、受かると、まあ、公式戦に出れるので、その公式戦に出てる状態かなと思います。へぇー。プロ雀士に求められることは何ですか？何なんだろう、うん、でもね、結構テストは難しかったです。プロテスト。それはここで何を切るみたいな話？あ、そうなんです。どこで切るのが間違い一番多くなるか、みたいな、はい。結構答えがある系のテストではあるんですけど、それもできた上で、実践の試験みたいなのもあるので、そうそう。結構やっぱ、運もあるけど、理由を持った一手をきちんと毎回打てるか、みたいなところを、重視されてる気がします。うんそのプロ雀士としての活動は楽しかったですか？あ、どうですか？楽しかったです。公式戦出れるのがすごい楽しくて。うんうん、まあ、でもね、やっぱ結構若い女の子のプロ雀士だと、どうしてもこう、客寄せじゃないですけど、お客さんをどれだけ集客できるかみたいな。なるほど。ところで評価が一つついたりすることもあるので、それちょっと私、向いてないなというか。向いてるけどね。向いてる。全然向いてますけどね。ラジオなのがもったいないぐらい向いてますけど。でもその、麻雀が好きになったり、そのプロ雀士をやった経験みたいことは、物を書くことには、こう、何かプラスになったりはします？あ、なってます。やっぱりその、麻雀の理不尽なとこって結構、小説とか物書きも同じかなと思ってて、すごいいいものを書いても売れないこともあるし、うん、なぜか知らないけどたくさん売れるってこともあるだろうし、でもそういう中でも自分が書きたいものってのをちゃんとまっすぐ書いていくっていうのが、結果的に自分の目標につながるみたいなところは結構麻雀と一緒だなと思って、そう。すごいですね。なんか、そんなものの、先走りして想像する必要はないんだけど、自分の思ってたとこと違うとこ、なんか人間観察とかするものだから、とかそういう話になるのかと思ったら、なるほど、麻雀のあの理不尽さ、この手作りとこの、確率論で言えば、絶対私がこれを上がれるはずっていうことにならないんだよっていうところが。そうなんですよ。で、私もやっぱ読者として、この小説すっごい面白いって思っても、あれ、いつの間にか絶版になってるみたいなのってあるので、やっぱそのなんか厳しさとかね、理不尽さの中で、こう、ぶれない心とかを保つみたいなメンタルゲームみたいなのが一緒。元彼の遺言状で何作目ぐらいなんですか？あ、でも私は長編だと書いたのこれ2作目で、うんうん、短編とか合わせると書き始めて7作目とかなので、うん、全然書いてない方なので、うん、むしろ今回私はどっちかっていうとラッキーというか、めっちゃツモ良かったみたいな感じです。それはどうしてどうして、そのラッキー感はどこから生まれてるの？そうですね、すごい、もちろん大賞を取るつもりで頑張ったんですけど、その自分の作戦がめちゃくちゃこうビシッとハマって、こうスルスルっと大賞取れたのは本当に、こう、目指した手に、入ってほしい入り目がどんどん入るときってあるじゃないですか。うん、そういう感じ。まさかここはないけど、一応、捨てるのはもう一巡後でいいかのとこが、こう入ってくる感じっていう。そう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 、赤ドラくっつきテンパーイみたいな感じでした。そうなのよ。3色まで欲張っちゃうのは違うよねって手を伸ばそうとするのを諦めかけんだけど、いや、とりあえず先にこっちって捨てたら、その、予期せぬ方が入ってきて、手がどんどんでかくなってる感じ。これ伝わってますかね？わかんないです。囲碁の例えだったらもう完全アウトだと思います。麻雀は僕はわかりますから。どういう作戦だったんですか？もうおっしゃれる範囲で。あ、そうですね。でも、このミステリーがすごい大賞は過去の好評がすべて公開されてるので、その好評を全部読んで、で、こういうものを、
を書くべきだっていうふうに思って、なんか手作りをしたんですね。偏見一つ言っていいですか？東大っぽい。いや、なんかそれは違うんでしょ？きっと違う。いや、でもそうなんですよ。そう、でも、うん、なんかちゃんと東大っぽいと思うんですよ、それ。うんうんうん、傾向と対策的なのを、立てちゃうみたいな。うん。でもそれってね、自分が書きたいっていう画みたいなものと、でもこうする傾向にあるっていうことのバランスはどう取れていくの？あ、でも、その、こういうものがいいっていう、その、求められてるものの中で自分が書きたいものって書けるので、うん、そこは、矛盾しないと思ってます。でも、傾向と対策がバッチリ、満場一致で選ばれたんですもんね。すごいね。俺その矛盾しないがもうちょっと掘りたくて、やっぱり、その、受けるものを作りましょうとか、例えば大勢の人が聞いてくれるラジオを作りましょうっていうことと、自分が喋りたいこととかっていうのが、割と若い頃はすごい沿ってたんですよ。でもっと言うと、沿ってもいないのに言い訳で、いやいや、ここはこうだから、これはできないみたいなことにしてたのが、だいたい40代ぐらいから、あれそんなに反らなくなってくるんですね。むしろ会ってくれた方がやりたいことが決めやすくなってくるような年になって、でもお若いのにそこ反らないのがなんかすごいなと思って。あ、まあ確かに。まあでも、自分がやりたいことって、その表面的な話じゃなくて、深掘りしていくと、なんかもっと抽象的になってくるので、その抽象的なレベルであれば、多分、世の中で求められてるものと合わせられる。かな、うん、みたいな。そうです。これもまた抽象的な話。うん、そうそうそう、うん。になってるので。だから多分そこはね、矛盾しないんですけど、私は。でもそれ、結構私が、素直というか、柔軟な方なので、うん、そういうタイプだと思う。もう、絶対、俺が書きたいものがあるんじゃっていうタイプは多分自分の道を行った方がいいと思う。なるほどね。それがすごく具体的にこういうものが、もう、男しか出てこないのが書きたいんだみたいなことになってると、それは譲れないけども、そういうことじゃないじゃんっていう。そうそう。ちなみに今回の傾向と対策は、なんとの具体的なことは何だったの？あ、5つあります。すごいね。すごい明確。それ言えるの？あ、言えます、言えます。おう、はい。1つ目が、キャラを立てること。はあはあ、で、これキャラが弱いってだけで落とされるのでね。うん、で、2つ目が、派手にすること、うん。地味すぎるってだけで落とされる。うん、で、三つ目が、ミステリーなので、魅力的で、な謎をいくつか入れること。うん、で、四つ目が、新しい設定とか新しい素材を何かしら入れる。うん、やっぱ読者さんって新しいものを読みたいので。うんうんうん、で、五つ目は、この四つ目だけで結構面白い話になるんですけど、対象取るには実は五つ目が大事かなと思ってて、うん、これがなんか、物語の根底に、現代的なテーマを入れる、うん、で、やっぱりなんか、面白おかしく読んだってだけだと心に残らないので、うん、何かこう自分の心にちょっと引っかかりとか、読者さんが読んで次の日から違うように世の中が見える、何かを入れなきゃいけないと思って。あ、そうでした。すごいうなずき、俺首もげちゃうんじゃないかっていうぐらい竹内かなりずっと、これ読んでるとすごいわかる。わかる、わかる。一個すごい、ちょっとした理論が出てくる。あれがでも、すごい今に、ぐさーっと来て。本人が我慢してんだから言うんじゃねえぞ、それ。あれですよね。あれですよね。あの本ですよね。あれですよね。あれがでも、ぐさーっと来たんですよ。もうすっごい今、本当にやる。まずさ、読者の竹内かなえは答え合わせとして今のこと合ってるじゃないですか。はい、で、逆にこれ、この今、作家志望の人は今の話ってどっちなんだろうと思って。うん、それは当たり前だろうって思うのか。うん、昔、うちの師匠が、青木功さんというプロゴルファーに一緒にゴルフ回ってアドバイスしてもらった時に、簡単、こうやると簡単なんだよって言って、あそこに打ちなよって言ってるところがもうすでに300ヤード超えてるところだから、それは無理じゃんっていう話だし。確かに。で、そう、でもこの通り書くのは確かにちょっと頑張んなきゃいけないところはあるんですけど。で、すごい人ってそうなんですよ。落合さんとかも、別に野手のいないところに打てば打率って上がるじゃんっていう。それをすげえアドバイスみたいにして教えてくれるんだけど。それが難しいんだけど。それが難しいんだけど。でも、すごいですね。そこをちゃんと箇条書きにしてるチェックポイントがあることは、やっぱり、その書いていく上で大切ですよね、そうです、そうです。そこを守るだけで、うん、多分勝率ってだいぶ上がると思うので。なんかすごい、なんかすごい、ちゃんとわかりやすい理論で話せる天才の人と話してる感じがして、気がついたらもう24分なんで、ちょっと一回 CM を、挟みたいと思います。伊集院光とラジオとゲストと、この時間は大倉屋住宅の提供でお送りします。伊集院光とラジオと、新川ホタテと元彼の遺言状と、
さあ、改めまして今朝はゲストに作家の新川ホタテさんをお迎えしております。ここからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか喋ってて楽しくてしょうがないですよ。ワクワク収まらないですね。ワクワクしますね。はい、さあ、そんな中きちんとお知らせしておきましょう。はい、もうずっと話の中には出てきてるんですが、小説詳しい情報を竹内さんがお願いします。はい、新川ホタテさんがお書きになられた小説元彼の遺言状が現在宝島社から好評発売中です。この作品は2021年第19回このミステリーがすごい大賞を受賞しています。物語の主人公はお金が好きな敏腕女性弁護士。僕の全財産は僕を殺した犯人に譲るという元彼の奇妙な遺言状をめぐる前代未聞の遺産相続ミステリーです。なんかそこまででもちょっともう面白い。ちょっと面白いじゃないですか。しかもさ、彼がじゃないんですよね。元彼です。元彼ですよね。そう。その、わかんないです。だけしかないわ。何を言っても、わかるよ。すごい面白い作品に出会うと、もう、おすすめの仕方がわかんなくなるんだよね。逆に何も言いたくない。ある意味ね、僕らの仕事って、映画でもドラマでも、こういう本でも、ゲストにいらっしゃるときに、誰か、どなたかいらっしゃるときに、どっちかだけでも、ちゃんと見てるってことで、ある意味仕事として読めって言われるわけですよ。うんうんうん、それって幸せだと思うときあるよね。うん、これってなんかこう細かい情報全くなしに読んでる俺よりも、もしくは映画見てる俺よりも面白いってことあるのかしらって思っちゃったりするから、うんうん、竹内からその興奮はすごい伝わってくるよね。楽しかった。読んでる間本当に楽しかった。夢中で。かつ、こう、爪痕が心に残る。うん、うん。どうですか、こういう読者を目の前にして。でも結構女性に読んでほしいって気持ちもあったのですごく嬉しいです。はい、ミステリーってやっぱり書き手も読み手も男性の方がちょっと多いかなっていうところで、こう女子がこう楽しく読めるみたいなのがそこまで量としてなかったので、ちょっと一石を投じたいみたいな。うん、でもなんかね、僕ミステリーを全然読み、僕、ね、小説っていうものを全然読み慣れてなくて、なんか小説っていうものに対して元も子もないことを思っちゃうんですよ。要するにそのでもこの人が書いた話じゃんって思っちゃうの。あ、それも一番作家に刺さる。で、それってどういう戦ってんだっていう。だって、作者が用意しちゃったことじゃないですか、結果的には。うんうんうん、そことの戦いってどうしてんだろう。あ、でも、架空の話だから救われるって面はあると思うんですよね。はい、はい。その、作者が作ったものだけど、その作者、作品って結局作者の世界なので、うん、私の世界に皆さんをお招きしてるっていうイメージなんです。うんうんうん、なので、この自分の世界を見てほしいっていう気持ちで書いてます。なので、私自身の世界に興味がない人には多分興味を持たれないかなというのはあるんですけど、なるべくこう興味を持ってもらえる楽しくて綺麗な世界を用意したいなっていう気持ちで書いてます。で、これだけ喋ってて理論的な人が、理論的に必要ないけど書いておく必要のあることってあるじゃないですか。要するに理論的にすごい浅い視線で必要なことだけを書くと、おそらく、まあ必要があって書いてるんだから、ここに書いてあるさりげなく出てるハンマーは使われるよねってなっちゃうじゃないですか。あ、そう。それがね、私課題で、私、はい、これとか、この作品なんかは必要なことしか書いてなくて、うん、もっと贅肉を増やせって言われてるんですよ。ああ、一度も俺言われたことない、贅肉。それはちゃんと、その、まあ、プロフェッショナルの領域でだけども、やっぱり戦うところなんですか？あ、その、贅肉部分が、やっぱり、ご褒美じゃないけど、面白いというか、読んでて楽しい、サービスポイントでもあるから、私は構造上必要なことだけしか書いてなくって、うん、それが、まあ、よしあしだねっていう。へぇー、なんかもう、内容に関しては、これ以上は全然聞きたくなくて、この今、スピリットみたいな話がとても面白くて、なんかそうなんですよ。なんか上手な人の落語って、すごい無駄なことが突然入ってたりとかするんですよ。で、言ってなんか、それでいいし、それがあったおかげで、めちゃめちゃ深み出たりとか。私も落語好きなんですけども、枕を聞きに行くみたいな、もう、遊びのとこが面白い。枕で喋ってたところの何でもないようなことってあるじゃないですか。報告みたいなことあるじゃないですか。それ後から勝手に聞いてきたりとか。確かに。そうなんですよ。そう。あれがね、面白いんですよね。いや、でもなんかその高いレベルでそのことは自分の課題にされてるとは思うんですけれども、いや、なんかちょっともう面白そうだから、もう何にも言わないでほしいんだけれども、あえて、作者本人から、
何でしょう、これをおすすめポイントと言いますか、うんうん、ないですか、何か。これあえて言うならば読みやすさですね。法律の話とかたくさん出てきて、まあ、弁護士が書いたってなるとちょっと難しいんじゃないのって思われるかなと思ってて、まあ、だからなるべく読みやすく、うん、地元の中学生でも読めるぐらいに、うん、考えました。やっぱ読者さんってそれぞれ生活があって仕事とか勉強とか家のこととかあって、その忙しい合間に娯楽として読んでくださるので、うん、ちょっと読者にストレスとか負担はかけたくないと思って、そこがこだわりポイントです。これもね、僕らがね、そのキャッチなところを紹介しすぎる、作家として来てもらってるのに、その、東大を出てます、弁護士やってますってところを強調しちゃうじゃないですか、どうしても。立てることの一つ弊害ってね、普通に程よく難しい文章を、このプロフィールを知ってるせいで、きっと私にわからない、今わからない必要があるところも、おそらくこの人は弁護士だからこう書いてるけど、私にはすごくハードルの高いことなんだなっていう思い込みって、出がちじゃないですか。いや、そう。それでね、苦手意識持っちゃうことってあると思うんですよね。うん。ただ今の話をしているときに、すごく読みやすく書きましたって話をしているときに、竹内かなえが超首を縦に振ってた ね。3人子育て仕事してる人でも、本当に読める。生活に負担なく楽しい時間を過ごせる。なんなら不器用にバタバタ3人の子育てをしている人でも、楽しくずっと、はい。楽しい時間を過ごせる。ご褒美みたいな、本当に。なんかこの感想が僕は全てだと思ってて、さっきも言ったように仕事の一環として竹内かなえがこれを読んどいてくださいねって渡されたものが、こんなに楽しく感想が言えるし、幸せって俺たちは多分一番最高の幸せですからね。さあ最後にですね、今後挑戦してみたいこと、夢、野望なんですが、もう作家として生き残ることだけなんですよ。もう夢も目標も、本当に出版業界厳しい中でなんとか生き残って、で自分今は身近なとこしか書けてないんですけど、少しずつ自分と立場の違う人たちのことも書けるように出力を上げたいなと思ってます。でもこのミステリーがすごい大賞を取っちゃったじゃないですか。次何のさっき言ったような分析していこう、この傾向を分析していこうってものは、私今本屋大賞の過去10年分の本をすべて読んでて今ターゲットに新たな道を歩んでいます。それは最終かどうか分かんないけど、直木賞対策とか芥川賞対策にもなってくのかな。実はあんまり賞には興味がなくて、作家として生き残るためには本が売れ続けなきゃいけないから、売れるためにどうしたらいいのかなってのを考えてます。なんかね、本当に気持ちがいい。自分が今中途半端に最後まで聞かずに終わってたらあざといっていう印象になってたけどそうじゃないんだよね。そうやっぱりたくさんの人が読んでくれるとか、その賞が取れてるっていうことで次の1冊、その次の2冊ぐらいまで出す権利をもらえるみたいなところはあります。あります、あります。もうね、そうなんです。なのでなるべく作家寿命を伸ばす、いかに伸ばすかみたいな感じです。もともと目指してきて遠回りもしつつやってる仕事だから、はい、そういう意味ではずっとやりたい。ずっとやりたいです。もう絶対話したくないと思って。ですもんね。いや、今週スケジュールがあったりとか、新しいドラマ見なきゃいけなかったりとかして、言うかどうかすごい迷ったんですけど、読みます。ありがとうございます。僕、もう言ったら絶対読みますので、本当にミステリーっていうのは全然読み慣れてないんですけど、読みたいと思いました。ありがとうございます。はい。ということで今日のゲスト、作家の新川ホタテさん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。